ちゃ。こんにちは。さあ、レディースエンジェントメン。何？高木豊アワード2021ですね。2021、はいはい、高木豊 YouTube チャンネルアワード。どういうことするんだよ。プロ野球でもいろんな表彰あると思うんですけれども、はいはい、この2021年の1年間で豊さんのこの高木豊 YouTube チャンネルで回った動画、こうベスト5でもベスト3でもいいんですけど、それでもなんか表彰をしていこうと。おう、はい、何が表彰するって俺を豊さんを表彰するって、あれじゃあ、最後にその関連動画に出てくださった、出てくださった、まあ、内容、そうしたらコラボなの、そういうわけでもない、わけではなく、その動画の内容を話してる、例えば選手だったり、うん、監督だったりわからないですけど、そのところに豊さんが豊ブロンズを持って、再生回数ありがとうございましたと、なるほど、実際に行くという、こういう企画を、ブロンズを作ってくれるの、つい3分前に考えまして本当だよ、はいはい、ということで、はい、まあね、皆さんが見てくださったから、その動画、まあそうね、再生回数というのが上がりました。1年間ありがとうございます。ということで、豊さん、当ててください。はい、今年、まず、一番回った動画は何だったのか。まあ、いろいろありましたけれども、ちょっとじゃあ、まあ、5位ぐらいから一番回ったの？一番から？いや、そうですね、一番からこれ、一番からの方が分かりやすいと思う。いろいろ、いろいろと本当に毎日ほぼ毎日出してるんで、そうそうそう、オリンピックもありましたし、今シーズン、ああそうやね、そうですよ、ということはオリンピック入ってないだろう。オリンピック、ね、絶対入ってないよ。実は1,2,3,4,5,6,7位に速報、侍ジャパン24名発表、なぜあの選手が選ばれなかった。おう、これ、1,2,3,4,5,6,7位に入ってます。それがどのぐらい回ってんの。36万再生回数回ってると思います。なるほどね、やっぱり気になるんです、見てる方は。まあそうだね、速報が強いのかな、やっぱな。あ、でも速報だと多分勢い、急上昇的な勢いはあっても、じゃあ例えばまあそれが過ぎちゃったらね、 それが過ぎちゃう、やっぱ旬っていうのがあるんでしょうね。じゃあ一番回ったもの、一番回ったのは、うん、俺は多分やっぱなんつっても事件性が回るから、ほう、多分村上が、うん、こう阪神戦でアピールしたその動画が多分一番じゃないかなって思うけど、うん、正解です。あ、やっぱそう、速報、これもでも速報なんですよ、高さん速報多いですもんね。球場騒然、はい、阪神にサイン盗み疑惑かという、うん、飛び交う野手の中です、そうです、はいはい、これが96万再生回数。本当、いや、これ拍手していいのか分かんない、分かんないけど、やっぱりそうか。あれ、プロ野球のそういった数々のニュースの中でも多分一番最初に豊さんが上げたんだと思うんですよ。まあ、そうだね。で、やっぱりあれ、やっぱりファンは気になってたんで、やっぱりプロのやっぱり見てないと上げれないからね。そうですよね、うん、やっぱりそのどっちなのっていうのが知りたいっていう、やっぱりちょっとワイドショー的な部分も入ってますもんね。まあ、そうです、そうです、まさにこれが1位でした、はいはい、さあ、2位、2位は、うん、多分これもヤクルトだと思うんだよ。ほう、でね、うん、これね、ヤクルトが月曜日の試合で、ほう、ヤクルト戦しかやってなかったんだよ、中日ヤクルト戦。ほう、でこの時に、うん、これね、審判がのジャッジがあるかないかによって、うん、すごくもう最後揉めたんだよね、うん、高津監督が20分ぐらい抗議したんだよ、はい、その動画だと思う。審判のジャッジが明暗に、うん、3位です、豊さん。あ、それは3位か。3位なんですよ。3位でこれね、42万再生回数です。そう、これはね、その日ね、中日ヤクルト戦、はい、名古屋ドームで、はい、その試合しかなくて、うん、ずっと見てたんだよ。はい、そしたら最後の最後にこれでゲームセットになったんだよ。そうですよね。そうそうそう、そうなんです。だからよく覚えてるんだよ。そうです、で見てたのよ。これが42万再生回数ということで、やっぱりその疑惑とか、え、なんでなのって思うところに切り込んで喋ってくれるのが、やっぱり見てる方も、やっぱりなんて言うんでしょう、ちょっとワイドショー的な。わかった、2位、2位、お、小林誠司のトレード小林誠司のトレードではないです。小林のトレードは12位です。12位、あ、ちょっとトップ10ランキング外にはなってしまいましたけれども、でも30万再生、
やっぱね、この動画は小林選手ありきなんですよ。あるよね。トレードとか小林に出演し交渉したんだよ。そうなんですか。ダメだと断られた。いや、今コロナの時期だからっていうことで、球団のね、意向もありますしね。そうそうそう。じゃあ2位は、はい、ただね、いい線いってます。はい、ある選手、一選手にフォーカスしてるんです。フォーカスしてる。そうです。でね、豊さんがまず最初にこのチャンネルで豊さんが言ったの、他の解説の方があれって思ったと思います。岩本さんじゃなくて豊さんがこの辺に触れた。分かった分かった、はい、中田翔だ。そうです。炎上覚悟、中田翔に伝えたいこと、あ、これが2位で、45万再生回数。これもそうなんです。豊さんが一番最初に誰よりも、そう、誰も解説者言ってくれたんですよ。いや、誰もあげないからさ、うどうしちゃったんだと思って、はい、もうしびれを切らしてあげたんだよ。だから結構タイムラグがありましたよね。すぐじゃなかったんですよね。2日ぐらいあったよ。そうですよね。だからどうしたの、誰が、何も言わないのかみたいな。そう、だ、皆さんやっぱり、あ、岩本さんが何か話されるのかなとか、まあそうだね、はい、他の解説の方がテレビや何かネットで言うのかなと思ったら、誰も知らなくて、このチャンネルが一番最初だったということで、45万再生回数でやっぱ2位です。これがやっぱちょっと、あの、やっぱりちょっと事件性さやね。やっぱ不幸話って好きなんだよね、人って。そうですね、そう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 、だからサイン盗みとか、そうそうそう、猛抗議とか、そうなってきますね。はい、さあ4位です。4位、これはね、意外でした。不幸とかじゃないんですよこれは。俺はね、これはね、ゲームの中で解説してると思うんだよ、あのホワイトボードかなんかね。はい、多分梅ちゃんのリレードスチールじゃないの。梅ちゃんのリレードスチール。違います、梅ちゃんじゃない。これ多分ね、豊さん一生当たらないと思います。マジで。はい、これね、岩本さんと一緒にコラボされた時なんですよ。ああ、じゃあ斉藤由貴の話。違います、意外ですよ。ガンちゃんと、はい、コラボしたの、はい、が回ってる。はい、なんでそんな。いやいやいや、いや、ガンちゃんの回らないからさ、なんか、なかなか。これね、41万8000回再生回数いってますよ。マジで。マジで。厳密に言うと誰がフォーカスしてるんですけど、そうです、清宮選手、一郎と清宮の違いはこれです。これ4位で41万8000回再生回数なんです。はい、覚えてますか。もう一回やったのもあるからね。いや、どうなんでしょう。あ、そう。でもこれやっぱ一郎選手と、意外だね、はい、清宮選手の違いっていう比較が良かったのか、うん、何だったのか。やっぱり清宮ってやっぱそれなりにみんなに、あの、期待してるんだよね。いや、そうだと思います、やっぱり。だから興味があるんだろうね。はい、はい、さあ5位です。5位まだ、はい、5位、これ41万5000再生回数ですね。うん、やっぱこれちょっとやっぱりっていう、誰もが驚きました。これはマークって分かったし、そうですね、我々が好きそうな、あ、FA だろ、FHA みんな好きじゃん、トレードとか。あ、今なんて言いました、トレード、トレード、はい、トレードです。そしてみんなが好きそうなトレードですよ。小林小林選手、みんな大好き小林選手ですけど、私もそうですけど、小林選手じゃないです、さっき出てきました、これは驚きました。あ、中田翔、はい、中田翔が巨人へ無償トレード移籍について思うこと、これが5位です。なるほど、びっくりしましたからね。中田翔回るね。ありがとうございます、中田翔選手。でも豊さん言ってましたからね、はい、その前の動画で、中田翔選手をきちっと教育できるのはもう巨人の原監督しか多分いない。あ、そうだ、っていうのを言ったね、言った矢先これになりましたから。はい、そうです。さあちょっと6位になるんですけれども、うん、これね、ある選手とまたある選手のちょっと比較というか違いなんですけど、これね、38万再生回数なんですよ。これ秋広と誰かを比べたよね、うん、秋広じゃない、じゃあ佐藤輝だ。お、そうです、佐藤輝明選手と、あと、まあ、この選手もやっぱみんなって言った、さっきおっしゃったん何みんな何ほら、みんなこの選手やっぱそうだよね、興味あるんだよねって言った。あ、清宮。そうです、〇〇はトップクラス、佐藤輝明と清宮幸太郎の驚きの違い、
これ38万4000再生回数です。これが6位ということで、ね、あ、これがそうですね。でその後に侍ジャパンだったりとか、はい、あとやっぱ FA の動向で、その後2021年移籍しそうな FA 選手について語ってみたなどがこう続いてます。あとね、あの江川さんと山倉選手の最強バッテリーを語る、はいはい、これもランキングに入ってきてます。32万再生回数ですよ、はい、江川さん、江川さんなんだろうね、はい、数字持ってんの、はい、またやろうか江川さんと立浪さんを語ると必ず再生回数結構いくんですよ。あと落合さん、落合さんな、はい、落合さんね、伸びは初速悪かったんだよでもね、徐々に来るんだよ、じわじわと来るんです、じわじわ来るんだよ、やっぱあるんですね、しぶといんだよ、はい、もう一回やりますかね、じゃあ来年ね、本当に、まあ、これはいいランキングを上から見ていった、はいはい、言ったんですけれども、じゃあ2011年ひどいひどいドイヒーランキング下位ですよ、これはね、うん、あのお茶当てクイズ、これは絶対入ってると思うんだよ。お茶当てクイズは入っておりません。嘘、それよりもひどいのがあったんです。お茶当てクイズの方がまだ良かった。本当に、あれ野球のことなんか一切語ってないですよ。それよりひどいの、ひどいです、ひどいです。ワースト3、ワースト3いきましょう。あ、分かった、はい、クワいや、なんで桑原さんが事故ったみたいですよ。桑原さんは いいですよ。あ、本当に、はい、桑原人気ねえなとか思って見てたの、ね、いやいや、いいです桑原選手、いいですよ。それよりもやっぱひどい、もっとひどい、もっとひどいです。これね、大谷、いや大谷選手はねやっぱいいですよ。いや、まあいいよね、はい、いいです。やっぱりでもあんまりにも大谷大谷で行き過ぎたから、いや、お前いい加減にせよって言って見なくなったのかな。いや、そんなことないです。大谷選手の時は、例えばプロ野球に興味ない方も検索で引っかかって、まあまあ、はい、見に来てくださるのでいいですし、これね、一つは豊さんと私がいつものように語ってる動画、残りの二つは誰かとコラボしてます、別々な方とコラボ、はい、ガンちゃん、そうですね、下から3番目は岩本さんとのコラボ、亀石さんについて語ってる動画です。いや、あいつがさ、なんかリスペクトしてるの誰だって金石だって言うから、はい、俺弱いなとか思ったんだよ。弱かった。これ2021年の9月21日の動画です。ワースト3のまずね、こう3番目のとこにいますけど、はいはい、まだ見てない方はね、じゃあどういう動画だったのか、なぜこの位置にいるのかを、いや、それはね、俺も話してつまんなかったもん。あ、そうだ。俺は回んないなと思ってたもん。で、回んなかったです。回んないよね。ただ亀石さんに罪はないです。もう全くね、全くないです。ガンちゃんもある、ね、そうですね。さあ、はい、下から2番目です。ブービー賞か、え、それが一番下が今なの、いや、3番目です。3番目、まだ下あるの、まだ下があるんです。なんだろう。さあ、下から2番目はこれね、ある人たちとのコラボです。これ4月かな、5月かな、多分4月、ある人たちのコラボ、そう、あ、そうです、ヒント言っちゃった。これはね、久々の再会だったと思います。ああ、はい、高校球児、まあ人気ないんだあいつ、あいつらも YouTube してるけどこう登録して見てんだよね、8時間ぐらい経ってんのに80回回数とかさ、辛い、辛いんだよ。ちなみに高校球児の回は何回か下に入ってます。そうだろうな、はい、中でもひどかったのが神引きっていうやつ、ね、まあ、プロ野球チップスを語るですね。そうだな、これ2個入ってるんですけど、2個ともちょっとひどかった、ひどかったな、はい、あれね、うん、なんかまだ駆け出しの頃 YouTube のそうですよね、あれがね意外とハマったんだよ。おー、でも最近もう路線が変わっちゃって真面目になってるでしょ、ここ球児が、いや俺ら、あ、豊さんがね、俺がね、はい、だからそういうの見てくれなくなってる。あ、なるほどね。いや、お前がやってもつまんねえみたいな、あ、もう昔みたいな、何歳でチップスあげてんだみたいなそんな感じなんだよ。だからこれ回らなかった。分かる分かる。でも、はい、それ以上に本当に回らなかった回がありましたひどい。これ最近だろ。これね、いや最近じゃないですね。最近じゃない。これいつだったっけかな。あれですか、もしかしてプロ野球がなんかちょっと一時中断していた夏の頃に上げた動画だったんですかね。これね、豊さんの2月ですね、だからキャンプ2021年2月27日に投稿した。キャンプ真っ最中、きっとネタがなかったんでしょうね昔の、うんうん、キャンプのネタとか俺の話をしたんじゃないの。そうです。
もう多分一生当たらないと思う。もうこの話したこと覚えてますか？なんマシン番長が存在はぁ、あ、つまんねえなネタはねえよその時マシン番長わかる、わかります。マシン歌したらもう4番バッターだって。だけど本ちゃんだと。それお前もいたろ。今相手だろ。私です。なんだお前。いやいや、やめろ、止めろよ。いやね、お前思ったんですよ、これ回んないだろうなって。私も、俺も回んないと思った。お互いに思ってたんですね。でもう一つはね、うん、あっちゃんとやった時に、はい、片岡と、うん、バッティングの心得とかなんとかってやったんだよ、はい、これもなんかね、はやっぱあれだな、話しながら、そう、気持ちが乗らないとダメだな、はい、出したら。だってマシン番長でどうやって10分つなげばいいんだって話じゃないですか。マシン番長、うん、こっちもね大変だったです。まあでもね、はい、1年間こうなんていうの、こうお世話になり、はい、で見ていただいて、うん、もう本当に再生回数って励みになるからね。そうなんですよね。コメントも本当にね、うん、お前なんだこの野郎っていうコメントもあるよ。 ありますね、正直ね。見てるっつうのはちゃんと、うん、お前見てねえだろって。そうそう、うん、見てるって全部当たってんじゃんみたいなとこもあるんだよ。あります、あるけど、うん、そういうのも励みになってん。 そういう方たちもやっぱこの再生ね、うん、回数というか、そうそうそう、まあ、見てくださってるってアンチもいるよ。忖度してんのかって、うん、忖度なんかしねえよって。ありますよね。で、小林小林言ってるけどっていうのもありましたし、ね、大谷さんで釣ろうとしてるんだろうっていうふうな言われ方も、うん、釣ってるよそうです釣ってるよ。初めて聞きました、釣ってるよっていう人。いや釣らないけど、うん、でもやっぱ野球をね、うん、やっぱこうなんかこう平らに見たいじゃない。そうですよね。ね、うがった見方じゃなくてさ、うん、はい、ね、ちゃんとね、うん、正直にこう話していきたいということもある。そうですよね。プラスやっぱりその速報だったり、例えばちょっと疑惑に関して、うん、やっぱり豊さんが何か言ってくれるんじゃないかっていうのをやっぱりその待ってるファンの方もやっぱり多いですし、嬉しいですね。嬉しいよな、そういうふうな意味では。嬉しい嬉しい、はい。でもね、こういうふうに出てるので、まあね、2022年もまあこういうね、多分年末に、来年末もやるんでしょうけど、まあうね、まあでもね、本当に励みになるから、はい、皆さん本当にいいねボタンとチャンネル登録、ね、登録本当ね、よろしくね。俺今までこう言ってきてないからね。ちょっとね、もしかしたらあぐら書いてたかもしれないですね。いや、あぐらは書いてないんだよ。書いてない。でも俺強制が嫌だから。俺資格回復取ってるから強制しちゃダメなんだよ。あれですよね、実践に任せないと。ですよね、目の視覚回復の強制に行ってるわけじゃないんですよね。そうじゃない、アマチュアのね。そうですよね、プロのプロからアマチュアの指導の視覚回復制度っていうのがあって、はい、今その試験を受けてる最中だ。そうだ、豊さんも一郎さんみたいに、そう、ね、高校球児たちに教えに行ったりとかする。一郎みたいには走れないけどね一郎さんみたいに走れない。一郎みたいに感動は与えられないかも。でも何を与えられますか？まあしっかりしたことだよねいや、それは野球だから、はい、しっかりした考え方と、ね、まあ、ちゃんとした指導はできると。そうですよね、うん、でもそれは強制はしない。そう、強制しちゃダメなんだ今はね。そう、正座したらもうあれだから。そう、正座させたらダメなんですよ。もう体罰、なんだっけ、体罰になる。はい、なっちゃう。いろいろ今学んでるところです、ね、大変学んだことが多くて、この年で。そうですよね。なのでちょっとまたね、来年この動画でそういった豊さんの新たな試みだったりとか、うん、チャレンジなんかもね、こう YouTube でちょっと追っかけていけたらなっていう。いや、もう本当にね、資格回復したら言ってくれたら、はい、ね、チャンネル登録してる人が、はい、に限り、うん、限りいや限りで、はい、いやいや、そりゃそうですよ、お前限り、いいねボタン押したやつに限り、うん、限り、高校野球ここに来てくれって言ったら行くから。本当ですか？それもただで、その代わり、はい、カメラは活躍してくれと。そうですね、そうそう、再生回数は分は稼がせてねっていうこと。いやいや、再生回数というよりも、うん、やっぱこう俺がやってきたものを、もう遺言に入ってるからさそれはまだ早いでしょ。いや、早いかも分かんないけど、はい、でも俺がやってきた足跡を残したいわけです。足跡、そうですね、功績を。そうでしょ、はい、うん、だからそれに、うん、ね、俺も協力するから協力してくださいよみたいな。なるほど。別に強制じゃないから。はい、強制って言っちゃうと体罰になっちゃいますから、ね、お願いですからね。そうそうそう、あくまでということでね。そうそうそう。いや、ただね、1年間通してこうやってどういったネタが回って、どういったネタが回らなかったのか、はい、これを機に回らなかったネタもね、ちょっと興味本位というか、怖いもの見たさで、だから見て分かるようにみんなは不幸好きだでも、まあ、そうなんです
そうなんです。不幸な話題が好きだという人間はね、うん、そういうことだ、ね、あの争い事とかね、そう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 、あの裁判沙汰とかね、というね、人間の本性が見えたような、はい、動画再生だったな、はい、見ていただいている方もちょっと顔にコメント欄に、そうですね、はい、見ている皆さんもちょっとコメント欄でこの動画が自分の中で1年間で一番面白かったよとか、ね、この動画が一番面白くなかった、それやめましょう、傷つくから、いや、いいよ、でもそれは見てるっていうことだから、その人だから、あ、そっか、だからその1万いくらの中の1人ですそうですよね、でしょ、それかこのワースト3がなぜダメだったか、でも言っとくけどね、うん、最初の立ち上がりが1万回すの大変だったんだからね、言ってましたよね、渋谷でね、お前大変だよもうまずは目標が1万回しましょう、だからそうですよね、それ考えたら1万の動画バカにしてたらダメですよ、マシン番長をバカにしちゃいけないですよ、ね、お前3ヶ月経ってお前やっと収益になったって8000円だから8000円だよ、もう3ヶ月やって赤ですよね、それ完全に赤どころの騒ぎじゃない、俺何のために生きてんのかなっていう感じだよそうですよ、それがここまで来たんですもんね、いやもうこれは皆さんのおかげなんだけどさ、ひとえにね、いや本当に、うん、ね、まあ、そうやってね、綺麗事ばっかり言うでしょ、はい、でも俺の努力もあるんだよいやいや、それはそれはモチベーションとして持っとかないとさ、はい、だってそこを上げるのは俺の努力でしょ、そうですよ、もうだって目アンテナ張ってなきゃいけないんだから、だってそうですよ、こういうネタをね、こういうこと喋るとか喋るには絶対に、昨日でもそうだよ、お前ゴルフ行って、はい、ね、アンテナ張ってお前携帯ばっかり見ながらお前ゴルフして、お、上がったと思ったらダメだって言われたこともあるの、 あるんですか、あるの、あるの、まあでもそれは、はい、まあちょっと時間をね、うん、ちょっとずらしてもよかった動画だから別にいいんだけど、はい、でも俺はそこで上げたかったんだ、うん、でも都合がつかなかった、なるほどね、そういうこともあるんですよ、ね、ゴルフしながらお前これどうなんだみたいなもうそういう努力も、まあ努力はかっこ悪いな、それは自分で言うのはな、いやもう言ってお前が言ってくるよいや、いや捨てるんですよねって、そう、豊さんも見え、ね、皆さんの見えるところ見えないところで、そうなんです、まずここに来てさ、いや皆さんにやっぱり一番最初にどう思ってるかとかね、はい、元野球関係者とか、うん、まあ、そういうのはやっぱこう伝えたいなと思うしね、そうです、だってもうすっかりね、はい、元プロ野球選手の口からもう取って出しという言葉だったりとかね、再生どうだ初速はとか、もっとプロ野球選手してるのいや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 、お前そんな言葉よく知ってんなみたいな、いやトレンドだとか、トレンドとかそうですよ初速って言ったらね、それあ盗塁での初速なのかなと思うところが、いやいやいや、再生回数の初速はどうだっていう、ここまでやっぱり人はね、やっぱね賞味期限がね切れかかってるからもう焦ってるそこ頑張らないと残りの時間、いやいやいや、だからもう遺言みたいに足跡残してってるから、いや本当だよ、なんか一言皆さんにありますか、今年にありがとうございます、いや本当にありがとうございました、本当、ね、皆さんのおかげでこのチャンネルは成り立ってるしね、はい、本当に見てもらって、うん、再生回数が伸びるためにまた頑張ろうって、はい、でも再生回数が伸びなかったらもう落ち込むんだよ、うんうん、本当に何が悪かったのかなってもう一喜一憂してるから、そうです、お願いしますよ、長生きさせるためにも、そうですよ、いやいや本当に再生回数そうなんですよ、でもね27万人登録者、うん、まあまあいらっしゃってくれて、はい、ね、その27万人が必ず一回一日俺の動画を見てくれたら、うん、いやすぐ27万で、だ他の人登録して何をしてるんだって話ですけど、何が登録だけして見てない方も、まあ安心感だろうな、あれだよ、おじいさんがさ、はい、ジムかなんかに会員になって行かないのと一緒だよ、うんうん、それですよね、そ安心感があるだ、幽霊部員みたいな感じですよ、そう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 、だからそれだ、幽霊の方たちが見てくだされば豊さん一日でも長く寿命が、ね、られるそう伸びるんです、そうそうそう、ぜひ豊さんの寿命を伸ばすためにもですね、ぜひ お前選挙運動じゃないですか、やめなさい、ね、強制ではないです、あくまでお願いですので、強制じゃないよ、そうです、ね、ぜひ、はい、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします、はい。